いろんな湯に見かけるからさ。2面マスターアメリカ対日本、今4対1で負けてます。プレッシャーかけられたところを前です。4対2です。追い越しに行けない追い越しってあれは結構多い。あ、なんかコールがあった。あれ投げれるのはあんまりいなくないですか、ね、学生の人があれを投げないと結構練習してるんで、ね、大丈夫やっぱドリルの2歳2歳の練習なんですよ。なんかね、こう横に並んでこうこっちにオフェンスしてる感じでここに、なんか、敵につけて、わざとこう、敵がやられる。ナイスイーン。あ、頑張れー。ブロマンか。走れー。赤い短パンは、もしかしたら使うかもしれないから、かな。4枚。
ああ全然こう立体感が分かんないからさ、はい、ちょっとでも出るんじゃん。からかなりこう前がかりにやってるんですよ。あー抜かれた。危ない。ゼロ番つけた。6番はもう手だろうな。どう守ってるの。だって上がないから。アップはでも3段、3カップだね。3カップ。3、2、うん、3、3、1、3、3、1ぐらいかな。21ぐらい。すげえ服飛んでるけど。キープやばい。取り押される、取り押される、取り押される。アスラ、アスラ。オッケーオッケー、それはいい、それはいい。あそこだよな。ですか。マジマジ。オープンも負けてるのね。あーやばいやばい。あーどうまーい。5対2です。ちょっとごめんね。最初頑張って。はい、それを込みに入ってほしい。決まってる。あ
数が11人いけば。やった。ID。終わり。9でハーフ。9でハーフ。9でハーフで11、あ、17。最終回。お、ナイディ。ほぼストレートアップだよね。そうですね。体でかいから有利するんですよ。ああ。6-2か。6-5で、6-2? 6-4? 3? 6-2 です。6-2 です。日本負けてます。こと。これってディスクをかけちゃいけないんですか。全体じゃない、全体が入るよ。あらららら、ナイキャータイムアウトです。ん、タイムアウト、タイムアウト、タイムアウト明けです。我らがどうですか。いや、分かる人で応援ができる。白いよ。見たの？今日、朝だった。いや、今日じゃない、昨日。昨日いたの？いた。はい。でも何だ？こんなに強かったんですか。いや、全然こんなじゃない。10、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 
クラス銀取っとけ、もう出しちゃうみたいな、クラス銀取っとけ、追いじゃない、ぶっちゃうナイス、あ、いけ、アップサイ、アップサイ、アップサイ逆サイにアップサイ、行くそうじゃない、6、3です。たくさん引いた方が確率上がるっていう、そういう話、ね、一発で当てよう。カトさんとかって言われてカトさん、ジャキパン、そうジャキパンの営業、で、カトさんもめっちゃなんか3社ぐらいだったのやってないんだけど、で、カトさんすごいね。
でかでか。顔はしてないけど、おさんの顔だから毎日見てる。あ、決まったっぽいです。あ、違う、なんだろう、決まったかな。10代が やめる、やめましょうよ。いくつ3対7で負けてます。え、けどね、明治が出たら俺は明治しか出れない。だから俺言わない。俺が来るね。だって送ったじゃん。お前に。他の子供さんね。え？なんかムネが金子に頼めばいいじゃん。ムネ嫌がるの？なんで？ムネ嫌がってんのよ。なんでお前が急に。ムネとイサオのタイプがない。ああ。イサオ学年あれらしい。そうそう。ムネはもうイケイケになってるんだけど、ムネとイサオのパイプじゃなくてイサオとガクレンのパイプがないでしょ。なんかもう話聞いてたらやばかった。俺やめたいってずっと言ってたもん、この前ジュニアカップの時。マジで。俺も早くやめたいなって。ムネはビデオに入るから。あ、やばい、これなしで、なしで、なしで、要編集で、やめよう、やめよう。じゃあ後からイサオのいい話すればいいんだよ、カメラの前で。もう入ってますよ、その話。感動できない。あ、いいですか。なんて言ってるんですか。いくつですか。また来られたんだ。いくつ。7対4です。はい、ダメ。やった。お、ナイス、やった。取れば2なんで追い立てからできるから、まだ1回しか。Thank you.
本当にもうサラブレッド逆にプレッシャーが コール長いし多いですね。しかもあれだもんな、言葉は違うからさ。あ、時間がかかる的な。カナダ、カナダそんなにすごかったんですか。すごいよな。ウィエンマサの時もカナダすごかったらしいし、はい、行ってるだけスピーチとグリーンみたいなと4チームだって話し合いをするここまで持ってっちゃう。カナダの海、また海見てわからん。でもあんまりさ、そこでさ、しすぎてもさ、向こうの人たちがさ、言わなきゃいけない。ある程度、主張しないといけない。あたい4です。そんな飲めないじゃん、ね、言って 1.5 のペットボトルとかも400いくらで買えるもん。 あとアイス、アイスも追いかけらないでしょ。1回でそう、パンツだ、そんなことないから。そっからいるの朝目覚ましとかならで眠り浅いからすぐ起きちゃう。だいぶ良くますね。体の持ちがってな感じみたいな、よく寝れるから。あと調節チーム関係ない。マジか。しかも、これだっけ、難波駅から800メートル、難波が10分もある。でもね、家賃じゃない、家賃250円なんだ。でもね、バスにいろいろ乗ってきたわ。ID 出してみたら、なんか乗れたんですよ。ちょっとね、これ乗っていいのみたいな言って言ってたら、あ、乗れたみたいな。9号ですね。ハーフです。